<laughs> かかってこいよなあさあやっていきましょうえー、十人部屋ね狐あり十人部屋です皆さん今回は役職を隠してプレイしていきたいと思いますので、まあ、皆さん頑張って僕の役職を当ててみてくださいよろしくお願いします100番は 誰もお亡くなりになりませんでした残念ですね三番の方は発言をお願いしますはいお願いします特にしようございませんえっとこの村の構成初めてでちょっとへ信仰論みたいなことはいや死ぬがいいしっかり言えないかもしれないんですけれども初めてには塩どうなんでしょうねこの新車が強人 えー、あと、強心者が、えー、とょアピールしてきて、まあ、人狼さんをかばってくるということは往々にしてあると思います。まあ、ただですね、強ょうめ共心者のところをどんどん釣っていって、真の占い師は、特にムラ目があるところがキツネイチかなというふうに思っていますので、そこを占う、もしくは黒いところを占って、人狼さんを先にあぶり出しておくというところですかね。じゃあまた2週目 えー、発言、皆さんのところしっかり聞いて伸ばしていきたいと思います。うん、以上です。方、うん、は発言をお願い、しますはい村人陣営でございます。はいえっとね、まず進行論っていうか、まあまずはハンターさん出てほしいかなと思ってますそうですね。ハンターさんがまあこの村を導いてほしいかなって考えてますね。うん、で、今、さんまさんの発言で、まあ、初めてとかっていう,う話があったんですけど、うん 一つ気になったのが、村名あるところが狐っていう発言したんですけど、村名あるところ狐っていうのはどういう意味なのかなと思って、ああ、ああねは村名を,を取ろうとするっていうことなのか。まあ、わかりました<ん> <laughs>、うん。なるほど、なるほど。うん、まあ、占い,い,ういう、いや、わかんない。というこかめちゃくちゃわかるけど、えーね。占いは多分、 心出てくるんじゃないかなと思ってるんで、うん、えっと、まあ、最初になったときどうするかっていうのがちょっと気になるかなと思ってます、うん。せやな。えー、まあ、あ絆が出てる可能性もあるのかなっていう感じがしてます。うん、はい、こんな感じかな。とりあえず。の方は発言をお願いします。はい、占いナです。2番さんが素人でおめます。<郎>2番さんが素人であります。そうだな、3番さんの発言で、教心がオオカミをか,こい、えー、かばいに来る かバいに狂るってきた言ったんだけどそんなどうだろうね共振ってそこまで共振アピー分かりやすくするかなっていうとこがあって、うん、すげえ思考を固めて、えー、思考ロック思考でね考えるタイプなのかなっていう感じはしたかな,な,かたな4番さんに関しては4番さんってめちゃくちゃ狐っていうワードに過剰反応してるなっていう感じはしましたね、うん、はい。 4裏なおかなもしくは今日4落とすかどっちかかな4なんか臭いなと思いましたね, <laughs> ねキツネが占いに出てくる、うん、うーんまあ2周目なんでキツネが占いに出てくると思ったのか話してほしいかな呼ばす若干臭いですね以上です9番の方は発言をお願いしますはい、僕が弓を持っているおじさんですねハンティングはい本当にねもう この村だとね、権力が強すぎて、俺は今、異通で死にそうです。<laughs> 最初から胃痛、ね、強いぞ、権力は。はい、うーん、本当に。<laughs> えっとね、五番さん、本当の占い師なら、ちょっとあれかなって思っちゃったけどね、狐、うん、に過剰に触れてるっていうけど、確かに三番さんの言い方的にね、ただ言い方だけど、 村目にキツネはいるっていう言い方が気になったって言ってるだけだからそんなにキツネ触れてないと思うし、うん、3CO になったらキツネありえるよっていう発言じゃなかったんかなって思っちゃったから、うん、だいぶ不当かなって思ったけどねうーんとまあ、この位置だとあんまり話すことないんで 2>,、うん、2週目頑張りたいとは思っている以上の方は発言をお願いしますまあ2週目のの番さんの位置で 6番さんがあのカットインかなんかで指定できるんだったらまあ言ってほしいっすねはい,いやーけど普通に5番の4への指摘分かりましたけどね割とだって3番さんの発言で「キツネは村雨取りに行くやろ」っていうのを割と納得したし4番さんがそれに3番さんに引っかかって、うん、結局お前も納得するんかいって思いましたけどね。 うん、だから5番さんが4番を怪しむ視点はわかるかな、うん、はいまあ1日目は狂信者もしくは強人を釣りに行ったらいいと思ってて、うん、で占い師は、えー、っと狐を溶かしたらいいと思うんで「強、はい、人強人」「強人」と「強人」を釣りに行きましょう、うん、以上です 発言をお願いします。いやちょっと,いようとはございませんが、七番さんは共振、うん、がもし占いんです。だとしても、共振を見つけて共振を探しにいって釣るということですかね。そういうわけではないですよね。共振って占いに出ることめちゃ高くないですか。うん、私はそう思うんですけど、どうでしょう。共振を最初に探すっていうのはありだと思うんですけど。共振共振を釣りに行くっていうのは、ちょっと違うかなって思ってて。そうしたら。取れすぎない。かけることになる。っていうふうに私は考えてますね。はい。 で、4番さんに関しては、初めてだから、今自分は分かんないんですけど、やっぱ、きつねがいると、きつねに目がいくんじゃないかなって思いましたね。うん、はい。だから、うん、4番さんは2周目でいいんじゃないですかねって感じですかね。はい。で、5番さんが2番さんにしてろ。今のところそんな感じですね。6番さんが弓を持ってるってことですね。私は剣を持っています。以上です。え方<っ>は、発言をお願いします。何それ はい、発言します。えーっとね、うん、まず37に関しては、共鳴を釣りに行きたいって言ってたんだけど、8が言ってたように、強、うん、人とか共心がね、占いに出るっていう観念がないことから、37ど,どっちか、もしくはどっちとも強靭共心とかあんのかなーって現状追ってますね。4番さんに関しては3に対して、うん、うん、まあ、きつね、 まあでも4がきつねだった場合って、そこまできつねきつねみたいなこと言うかなとは思ってるけどね、俺。だからあえて触れないんじゃないかなって、4がきつねであればね。と思ってるから4はあんまきつねっぽくない。7番さんが5になんかすごくすり寄ったなっていうイメージがあって、まあ、6番さんが5に叩いて、7がいや5、まっとうだよみたいなこと言ってるのって、なんか若干臭いなと思ってます。7九が臭いわ、7九が。3、7がちょっと若干怪しいかなと思ってます。以上。うん 方は発言をお願いします。はい、お願いします。自分占い師です。6番三四郎です。6番三四郎把握お願いします。で、えっと、うん、そうですね。5番三ん対抗で出るんですけど、<白>まあえー共振か,かちょっとわかんないんですけど、まあれ基本的に出てくるのは共心やと思ってるんで共心、うん、やと思ってます。うん、あ、そうですね。で、えー、っとグレーの方なんですけど。 えっと、9番さんの精査が、うん、一番自分しっくりきて、えっとそうですね、7番さんが5番さん、えっとえっと、かばってたんで7番さんが、えっとまあ、黒陣外かあ、えっと、5番さんシーンやと思ってかばいにき、うん、行った、えっと、村,村かっていうちょっとわかんないんですけど、うん、どっちかやと思って占いたい12の話も聞いて占いたいのは、まあ、今のところ47。 2週目頑張りまます。す、うん。お願いしますえっとなんか4番さんが結構あ、特に違いません4番さんがなんか的になってるけどもまあ2周目でしょ正直正直4番さんはちょっとおかしいと思ったけど3番さんの一言ったことはまっとうでムラ占いでよくて強人占いのが一番まずいからムラ占いそこでたまたま狐だったらラッキーでいいと思ってる狐って結構強靭的な動きもしてくると思うから落とすべきは僕7かなと思うけどね釣り1ね釣り1結構7 で9番は少し怖いって感じ7番さんってえっ、ー、と、まあ、5分かるけどな4番さんちょっとおかしいよねって言うとソフトな感じだったから結構なんかうーん僕の経験づけだけどキツネは、えー、と強人っぽい動きをした方が勝つ,勝つと思ってるから7番さんは、まあ、強人も全然あるしそ,ういうそ,れをそのムーブのキツネもあると思っちゃってるからその位置にしては少し安かったかなと思った7番さんの発言がかなと思ってます8って何 騎士なのごめん。ちょっと言ったほうがいいよちゃんと。2>, 2番の方は発言をお願いします。はいおはようございます。使用ありません。6番さんが弓を持ってる人で8番さんが剣を持ってる人だって言ってました。はい。2人とも矢と盾は持ってないかもしれないですね。<laughs> <laughs> はい。えっ、ー、とね気になってるのは497、えー、の順かな。4番さんってその狐に触れた触れないっていうよりもあの1回3番さんに掴かみかかる。 姿勢を見せておきながらすぐ下がったああ、そっかそっかっていうあのね動きがなんかよく分かんなかった。いや普通に触れてるからどうのこうのっていうよりも<は>なぜさんまさんに一回つかみかかろうとして自分で納得して下がったのかあれが演技なのか本当なのかがすごい気になってます。ーーさんが 3, が、えー、人が三七 目があるところから行きたいっていうことに対してそれ発言するのが三男の鏡目があるって言ったんだけど狂人だったらきつねでないで白いとこ行きましょうよって言うんじゃねえかなと思ってっから木場さんのはちょっとよくわからなかったな2週目以上三番の、うん、方は発言をお願いしますはい二週目お願いしますえっとまず五、えー、番さんに関しては正直人狼もあると思うんですよ これ前半で、えっ、ー、と、人狼さんが占い師に出てくるっていうことは、共振者後半位置にいれば出てこないってことになるので、うん、まあちょっとそこの線も、えー、捨てない方がいいかなというふうに思っています。ただ、占いの、えー、と審議に関しては、ちょっと10番さんの方が2戦目かなと思います。うん、47占いたいって言ってたんですけれども、改め線47はどういう視点で占いたいのかっていうところをしっかり発言してほしかったかなっていうのがあります。で、グレー,、えー、グレーというか、えっ、ー、と、役持ってない人で気になるのは78。 で7に関しては、ちょっと発言がえと強心強人っていうのもちょっとかんでましたし、ちょっと慌ててるのかなと思った。で、8番に関しては、剣持ってるっていうところから、1周目をそこから言うっていうのは、うん今日アピにもちょっと聞こえたかなって思う。今日落とすべきは私、7だと思います。八時点8。八はい、そのどこですかね。以上です。うん、えっとね、8番さんは落とせないと思う。8番さんはすごいむら、うん、めだなって思ってたんだけど、 7番,俺 7, 番7番さん、8番さんを指,指摘してたように、7番さんって今日は強心、強人目を釣っていくみたいな話だったけど、いやあの8番さん言ったる通り、強心って多分基本、裏題に出ると思うんだよね。それ、3番さんも言ってなかったかな。うん、だから、そこが、あのー、7釣りっていうのは分かるけども、だけどね、 今日一番釣りたいの三番さんかなと思った三番さんって両占い叩いてんだよね、今。五、えー、は人狼あるのかな、あでもやっぱり二戦目は十だなとかって、これってさ、占われたい位置だから、うん、俺、さんさん、強じじゃねえかな、ワンチャン狐ワン,ちゃんキツネンじゃないかなと思って、うんえー、いたんだけど、うん、なんかね、いきなり初衆で村目あるところ、狐って言ったとす。ろ。一で終わりゲ因ムね。はい いや、今日4つでいいんじゃない ?3 番さんの指摘って、僕に対して、まあ、っていう可能性もなくはないよねっていう精査を入れただけで、うん、ただ、10番さんの指摘、10番さんに対する指摘って結構マットだったと思うけど、10番さんっていうのは4と7占いたいって言ってるんだけど、4と7って全く別の意見を出してるんだよね。7番さんっていうのは4番さんに対して、 1>, 1周目の段階で何でそんなに狐に触れるのかなって僕も思ったしっていう、うん、まあ僕へのすり寄りって可能性もあるから、うん、そこで指定できた指摘できた8番さんっていうのは結構良かったかなと思うんだけどすり寄りは怖いなと思ったんだけど3番さん釣りはないと思うけど3番さんの意見ってそんなおかしかった具体的に4番さん視点で3番さんの意見がどこがおかしかったっていう発言がないかな 5と10占い両方とも2戦目って言ったけど3番さんは自分の視点で精査していたような気がしたけどねはい、うん、まあ4番さんは人外でしょう狼そうだな10番さん強振で見てんだけど10番さんも4か7占いたいって言ってんだけど今日の釣り位置に関しては出してないんだよね、うん、9と1っていうのがちょっと色が落ちてないかなと思ってるけど僕は若干3番さんは結構村っぽいなと思っているので、うん そこにヘイトぶつけてくる四番っていうのは、今後。まあ三番が人外だったら、世の指摘っていうのは正しいんだけど、あんまり僕はそうは思わなかったけどね。意見も違うし、視点もずれているので、今日は四落としていいかなと思ってます。うん、はい。占いちゃ九か一っていう感じですかね。色が見えないから、以上です。六番、うん。の方は発言をお願いします。五番さんは、日人がいるの分かったんだけど。 狼はもう完全にないってことなのかな十0強だったら狼を占い地に入れて占われないようにするみたいな、うん、そういう発想はなくて4はもう今日釣れるとそういう発想なんですかうん分かんないけどねまあただただね本当に5番さんはちょっと1周目の叩きが俺は不当に見えたから2周目だと思ったし、うん、10番さんっていうのは いやもうほんとにこれは申し訳ないけど声色正査でちょっとおどおどしてなって思っちゃったからうんまあ3番さんと同じ意見だよね50あんまり死んないなみたいなだからまあ3番さんは確かに今日の釣り位置ではないなっていうかな8番さんはもう剣持ってるしおっしゃったのこれいや申し訳ない出てきたからもう言うことすらしてなかった、うん、まあ8決,決定ねうん決定で行くなら えっと、3番さんっていうのは役持ってない人で言うならばっていう言い方をして7八ってあげたからそれ何なのって思ったけどね3は釣り位置ではないけど占い位置になるんじゃないかななんて思ってます、あ。はいえもうなんか剣持ってる仕様してるんならいいけどね,ね指定してってことかな<車>それぐらい以上あカットインできるコインはギリないかなごめんね方は 発言をお願いしますはーい <laughs> えーっとシンプルに5番さんはなんで3番さんに狼視されてんのに気にならないんすかねって思ったっすね <laughs> 3番さんが5番は狼もあるよねって指摘をしてたけど全然わからんかったし5番は3番さんに対して気にならなかったんすかねうん8番の確かに指摘は真っ当でしたね狂信者が占いで出ることもありますよね すいませんいや確かにそうだなこの盤面で言ったら確かにそうっすでだったら今日釣るべきなのは狂人ってなるんやけど <laughs> 4が釣りと7釣りはわかるけど3かな いや9番さんって何で僕に対して、うん、えと占いで出ないから共信者があるやろみたいなそん,、ね、んなにビビるならなんか8番の便乗にしか9番の発言が聞こえないから9番がめちゃめちゃ俺に強靭を塗りたがってるなーっていう印象を受けましたね1週目に関してはで1番さんは何やろうな 7番がその位置でソフトなタッチだったっていうけど、じゃあ1番3視点4番さんが3番3に対して一度、えっと、食いかかったのに、えっと納得したのに関してはソフトなタッチに見えなかったんですか <laughs> っていうのは疑問でしたね。僕は9番かなーって思ってますけどね。まあ、時点で1かな、うん、1> ああ、なるほど,どっちかやろな。9 あの3番さんですね、自分の中では。なんで5番さんを人,あの人狼で置いてるんでしょうかそれもわからないし、自分のことをなんで釣り師にあげるんですかね、うん、さっぱりわかりません。3番さんが人狼だったら今、使用してほしいですね。自分は3番釣りはありえないと思っていて、うん、あの5番さんのシーンないですかね、正直。なんで今日4釣りで9、1色見えないから占いたいっていう。強靭探す気ないんですかねあ、強靭じゃない。 きつね探せきないんですかねうん <laughs> さん。人狼だったらって考えられないまあ位置的にな。9、はあ、一は分かるて4番さん黒出ったらそれですっげえありがたいと思いますけど。あとは今日じゃなくてきつねせばいいだけだと思うんですけど。今日3しかありえないです。5番さんをローで見てる視点っていうのが全くありえないと思ってるのと、うん、自分を釣る位置に上げるっていうのは、あの、<laughs> サンバさんが狩人を使用して私を釣ろうとしてるんじゃないかなって若干思ったからですね。今日3以外ありえません。以上です。 ちょっと待ってください。あ、何、八番はもう何、何ん、岸しようなの?。岸 <laughs> ような、三の岸目ってキャンセルできないかなと思って、三なんか絶対釣りししないと思ってたけど。さ八番が岸しようなったと、三でもいいよだったら。はい。どっちでもいいです。三つるだったら、僕は四七どちらかと、うた、占いますね。はい。オッケーです。じゃあ4、あ四七どちらかを占います。九番。<laughs> の方は。発言をお願いします。<laughs> はい、発言します。えーっとまあ、3番さんずりでいいと思っていて、うん、まあ3番さんの、ね、5が狼で出て強振が後半にいて潜伏するっていう精査はまあ、なるほどなとは思ったけど、うん、をなぜ8を精査に入れたのかが謎でかつ8が、まあ、確か8番さんで、ね、ここレンがありだから出てほしくなかったんだけど俺もね。 うーん、それで共鳴。だって8が狂人だった場合って、対抗出てもらわないと絶対神位置になるから、うん、8の共鳴ってなくないかなって3番さんには率直には思ったけど、2> うん、俺2番さんもなんか狂人臭いなと思っていて、2番さんって1と9にヘイト向けてたから、うん、なんか村っぽいところにヘイト向けてるのかなって俺には現状思っちゃったかな。だから2が狂人臭いなと思ってます、自分は。 占い審議はちょっとまだ分からん。以上。対決のお時間ですわえ、2番3視点でじゃあ9、えー、じゃあ9番3視点で10、えー、1番さんの村予想ってどこっすかいや、別に2番3の殴りまっとうやったけどな。それで9番3って <laughs> 2番3に強靭置きするんや。へぇ、9番3の思考がよく分かんないな。9番3視点でど7番が何か。はーい7番が <laughs>。 10番占い位置に入ろうとしてねえか,か,いかはいお願いします。えっと自分は4号占い位置上げてたんですけどえっと4番さん占いたかったのは、えっと、5番さんが4番さん釣りをしてたんで 4? 4番さん人狼ないんであって <4? S 1> えっと村人か、えっとか狂人、えー、狂人ああキツ狐なんですけどええー、まあ狐あったら怖いなと思って 4, 4番さん占いたくてえっと7番さんもえっとあってえっと。買ってえっと 7番さん白か黒人会かなと思ったんで7は狼オ名で占いたかった47占いたかったっていうそれだけなんですけど <laughs> 912が、うん、そうですね、うん、色,色落ちないんですよね、うんうん、自分も47占いたいんですけどど,どうしたらいいですかねあ <laughs> 今日は3ずりでいいと思ってます以上です いや申し訳ないけど7番さんが「占い位置に行きたい白人街」にしか見えないね正直あのー、いる9番の後のカットインって思っちゃったんだけど3番さんはえっ、ー、とーマックスじゃない7 8番さんって上げて8番叩くく行為ってマックス強かなと思うから別に3番取りでもいいけど7占いって結構嫌じゃないだから正直10は2 5は4とかの方がいいような気するけどねあのその占いたい希望があるならで4七とかぶってる10番は4七とかぶせる必要は絶対ないからやめた方がよくていや7番がす,すげえ占い位置にうまく入ろうとしてるやつに見えるんだがそんなことないですかうーん追加します2番さんもさ難しいけど2番さんって4七じゃあ4九七が怪しいって言ってたけどさえっと 4番が一番怪しいと思ったんだったらそこを殴った7番さんっていうのはそんなに怪しい位置に浮かび上がってこないんじゃないのむしろ4番なんて別に2周目だろって言ってる僕の方が怪しく見えてもおかしくないかなと思うよ2番3地点では。かな。と思いますけどまあ3行くかじゃあ3行ってちょ占い位置考え直した方がいいと思うけど6とかがあのカットインしてゾーンやった方がいいんじゃないこのままじゃあ結構あのー。 時計,時計状態になった時に主張してくると思うけどね4七いや自分が4です自分が7ですとか言ってだからカットインは結構ありだと思っていますまあ3釣りはありだと思うよ今日,今日はピトも取れたからはいちょっと待ってくださいはいじゃあ僕1九占いますね三馬さん4七いいよどこでもいいけど <laughs> 一番さんそうねまあ確かに7の強授目っていうのは分かるけど どうだろう、だろ1話さって自分占いは全然されたくないって感じはあったから若干臭く見えたかな。はいうか1位占うわ。以上です。やってみろよよかった。ずっと僕はここにいるよって思いながらみんなの話を聞いてました。9番さんあたりからやっと出てきたんで僕ここにいますよ、皆さん。はい。 一番さんの殴りって不当じゃない。四番さんが狼で一番さん狂心とかならさ、四番さんが人狼で一番さんが狂心とかならその動きもあるんだろうけど、別に四番さんが人狼であれをやってるとあんまり思ってなくて、えー、ただ狐なのか狂人なのかなんか分かんないけど、だあの動きは僕よく分かんないから、四番さん分かんないから、怪しいから、四番さんが一番、えー、気になると、釣り位置にあげたんだよね。 それ別に4番さんは2周目じゃないっていう1番さんを怪しく見ないといけないのかなっていうのは気になってます。えー、っと全然いいじゃないですか。えー、7。俺は9か7かなと思ってますね今日の釣り位置はね。あもう時間足りないんで。じゃあ僕は9に行きます。理由はあした生きてたら。どうせお前たちはのせいにしま番 方が選ばれましょせんわがはいはいけにえよ代わりはいくらでも君を失いたくないよ3番あ聞こえてますかねはいえっとた私たらの村人なんですけれどもうんとちょっと8番さんに、えー、もうちょっと聞いてほしかったかなっていうのが正直なところ5番さん私殴ってるわけじゃないんだよね。 5番さんは、人狼だったら、出れる位置っていうのを言っただけ。うん。5番さんより後ろに強振がいて、5番さんが人狼だったら、もう早めに出ちゃえば強振は出てこないでしょう。っていうので、5番さんその位置もあり得るから、その可能性は捨てたくないって言っただけ。で、その後十10番さんは、えー、っと、2戦目で、私考察してるので、うん、どうなんだろうな。<laughs> 俺、正直7つってほしかったけどな。 うん。まあとりあえず私役職何も持ってない、えー、人なのでまあ走らせても良かったのかなと思います以上なるほどオルが訪れました9番お亡くなりになったのは8番の方です私の方で処理しておきますね番の方は発言をお願いしますはい,結果ください 4白1白えー、っといや3番さんの遺言はちょっと分かんないけれども昨日の段階で2番さんからしか情報の更新がないから微妙だけどうーんと僕は3番さんでいや3番さん村かもなと思ってるし7番さんが昨日も言ったけど7番さんが。 占い位置に入ろうとしてる白人害もしくはそれを匂わす狐ツ目あると思ってるから狼っぽくはないんだよねわざわざカットインして9番さんに殴りに行ったりとかその行動が僕は別にあの最終日とかに不当な精査されたらカットイン使っていけばいいと思ってるから7番さんが昨日あんなにアピールする必要はないと思ってるから7番でいいかなっていう風に思ってるけどねかな ま、ちょっと意見を聞きたいけど、情報のしがないからね。あれだけども。それか、えっとー、10視点で4白。10視点で、あ、10番視点で狼一をじゃあすごく聞きたいかな。狼っぽいところ。狐っぽいところを聞きたいかな。5番さんは、いや僕ねー、7白人外9喫するとかはあると思うよ。で、えっとー、4番さーん、いやま、ちょっと狼一はわかんないけど、あるとは思ってるけど。 どうかなまあちょっと6六のね弓を持った6番さんにあやかって聞いていきたいと思ってるけど僕は7落としう7落としね全然いいかなとは思ってます昨日き9番さんに行った理由はね俺別に1番さんに昨日何も黒りになってしてないんだ。 えー、ただ俺が1球を黒塗りしてどうじゃこうじゃってなんか何かを俺になすりつけてんのかなと思ったんでキウマさん怪しいなと思ってキウマさんに行きましたえー、っとね正直別になんかみんなが3番さん釣りに行ったんだけどさ俺5番さんが偽だったら何でもあると思ってるよえーキツネでもその狂神、狂人、人えー狼 でも十番さんが偽だった場合って十番さんの狐ってあるんじゃないかなと思ってるのは、えー、それは十番さん自身が逆に白を指してるところかな。うんまあ、そう思って見てたから別に三番さん五番さん狼したカミオしたことにはあんまり違和感感じなかったんで、うん、なんで三番さん釣られたのかなって思って見てる感じです。はい、ただそうなるとね狼オが難しくなるんだな。 えー、10番さんが4白5番さんが1白、ねね、これどっちかが共振で2日目に囲ってきた可能性とかを考えると、えー、5番さんが1白だから 1, 1番さんがオオカミで 9, 9番さんがキツネっていうのは十分に俺あると思ってるよはい、えー、発言聞いて7番さんか9番さんどっちかに入れようかなと思ってますそれぐらい以上です カ番の方は発言をお願いします。<laughs> そう。なんかね、2番さん。ー、なんかね、うまく言えない。言えない。<laughs> ああ、うまい考察が出ないな。わからん。なんだろう。う7がね、すげえ気になっちゃってるから。5番う,ーん,うーん。まあ。 考察が、ね、全然わかんない伸びないんでね、どういうところかっていうところが。うん、5番さん、10番さんって、私も村人陣営っていうのを自分で分かってるんですよ、うんね。で、10番さん、狂心ないかなと思った。ここで多分、10番さんって、もし狂心なら、狼囲いたいって思うので、10番さん、狂心たいなと思って、真か、狐かっていうところ。うん で、えーと、5番さんっていうのは、昨日四4、4、4って執着しといて、で、1位変えたので、だから、まああのうんあの、5番さんが早い位置でオオカミで出て、狂信にアピール、俺出たよってアピールしてる、うん、っていうことは、サバサさん言いたいことは分かるけど、う,ん、うーん、だけど5番さんが1位を。 もしやるんなら変ってくんじゃないかなと思うから、五番さんっていうのはやっぱり強心じゃないかなと思ってる。だから私は重心で五強心、うん、もしかしたら一番そうかみなんじゃないかなっていうのが今の感じかな。自分が村だから自分視点で立って話すけど。うん。ただは発言をお願い時間がないね。<laughs> はい。昨日二週目七番さんっていうのなんかめちゃくちゃ急にこ出したんだけど、なんでそんなに三行きたくなかったの？ あ,あ,まあ,でもあれか、8番が棋士を確定するまではん行きたくねえか。それは若干分からなくもないんだよね。3の棋士目っていうのは普通にあったからね。8番アーマーかと若干思ってたわ。違うのね。ああまあ、いいか。いや、でも4も臭いけどね。でも4、狼の線はなくはないんだよね。10が昨日4占いたい。47占いたい。47ででい。いや、結構。 どちらかにオオカミルフシっていうの濃いんじゃないかなと思ってるかな。7だろう、6だろう。九、あ、でもね、九、うん、どうだろうな。九分かんないんだよな。四かんの？ もう全部あるけどね7が人外にしか見えい昨日だって47占いって10番も言ってたからさ、うん、僕が47占って例えば狐解けたとしてこれ狐解けましたって10番から主張されたらめ,めちゃくちゃめんどくさいからで1番に関しては占い値自分以外のところめっちゃ占わせようとしたから全然狐目とか狼目っていう可能性も全然なくはなかったからね占いました白でした、まあ、1は白出たらもう完全に村だと思っているからうん強人はないかな 標準っぽい発言ではなかったかなと思ってます、ね、はいそうなんだけど4つりあーでもな、ね、4オッカやるか7か4もう6番さ1本してした方がいいかなでも7か4で1本してした方がいいと思いますチャンスうん感じて誰 ?4 か ならシーンなら狂で見てるんでしょしたらさ、四か七に狼がいるわけじゃん。したらあなたが一裏だって、急にどっちか裏だって、解ければあなたのシーンが上がるのになんでそういう考察できないんですか今あなたがシーン撮るんであれば、狐溶とかすことでしょ解けるかどうかわかんないけど、もう連れてるかもしれないし、三番で。うん、ただ、あなたは四なら。い、うん、<laughs> いやーよ、よ。いや、俺ね。 完全に沼ってるよ。言っとくけど。頑張れいっとくけどね。もう2とか9とか4とか7とかでしょ。ああ、一応抜かすね。もう多分一は白だと俺は思ったから。うーんとね。マジ、この村全員人害臭いんだよ。<laughs> <laughs> あ殺せ殺せもう ナ殺すとけいいから、ね、一本してるでしょもう2で2でいいかな2狐目めかなって思ったけどね <S 2> 2? <S 5番さんにはナじゃなくて2なのなんか 2> 僕のこと村に見てくれだったら7言ってくれよで4は確かにオオカミで4九がオオカミかなって思ったから、えー、2くっ 2>, 2, <れ> 2>, <laughs> 2ですか あーもう本当に俺、沼ってるから、これ。どうだろうもう、1を本当に人外見ないから、1にして,し,してもらうっていうのは、おい、逃げんなよ 1>, !1 が一番白いと思うから、ワンさんが占ったのが、まあ、白に出たら人外や出いっていう、ね、そういう発想なんだけど、1>, 1占った時点で、合心、あれ、やっぱり下がったかなって俺は思っちゃったからね。うもういや、俺はじゃあ、 2, に行く2が嫌なら1番さんが指定してって感じで <laughs> ち。ちょ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 、俺やったよ。なんで俺、最終局面でカットを使いたいのに。あ,あさん、沼りすぎやろ。<laughs> だったら10がクロスらないして、<laughs> 俺占ったけ俺の狐つねもなくなるでしょう。<laughs> はい、しかも1番さん発言終わってますよ。そうだよ。もう沼, <laughs> 沼ってるだったらそういうわけわかんないけど、<laughs> <あ>責任をつけてくんじゃねえよ。適当にツイッチしてすねやめてください。はい、7だよ。です7番。 はい <laughs> 今日はカングレの7か9を詰めるべきですね2番さんはえっと明日五50でクロス飛ばしてあ二2番じゃないよねけどああってなってくるんか5が4いや俺1番が普通におかしいと思ってるけどなだって1番が僕に取った要素として占われたくない狐つねか占,わ占い位置で入ろうとする強靭かって これ愛対するものじゃない愛対する者にするするみんなが普通に。あるじゃんそういう動きのま <laughs> たは <laughs>。露骨な教授あるじゃん。だって一番さんが言ってることって占い位置に入りたい教授もしくは7番が、えっと、占われたくない狐っていう論を提出してるんですよ。いや僕全く納得できませんでしたけどね、一番さんに関しては。はい。え、だから。 まあ6番さんが2落としっていうなら2落としでもいいと思うけどうーん9番でいいと思うけどな9番さんってだって昨日の発言に関して2が強じ臭いって言ってたけどじゃあ9視点じゃあ逆に1番の白予想どこで拾い2番のこの叩きがどこで不当に感じたのかも見せしかなかったけどあるやんうん2落とすの6番さん 7いっとこうよ俺は9番でいいと思ってるけどまあ何もないならじゃあ2番に行く 2? 2? 発言をお願いしますはい発言しますえー、っとねまあ7級のランでいいっすよ7級のランでで7番さんが明らかに人外だと思っていて 7, 7って結局じゃあ俺が何一応不当に白置きしたから俺が人外だと思ってんのかな 謎すぎんだけどって感じで、クロスでいいんじゃないで、まあ、キツネが解ければ、どっちが進化っていうのもわかるし、で、どこかな ?7 級の欄にしてください。7番さんが俺を黒く見る視点が全くわからない。結局7って3とか4とか、うん、まあ、昨日もそうだけど、にベタ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 ,ベタ触れて、結局3、19ってなんじゃそりゃと思ったしね。まあ、2番さんもこれは同様なんだが、うん、だ俺2、7が人外にしか見えないかな。 って感じ一番さんは俺と視点が全く一緒なので、現状、共感的には一番さんがすごく白いと思ってます。うん、はなんで、俺は2か7、い 7, 7, まあ7が狼ってことはないでしょう。は 7, 7が。は発言をお願い、しますはいお願いします。えー、っと今日つ ルーノは7番3じゃダメなんですかねいえっと申し訳ないんですけど7番3村やと思うんですけど申し訳ない村やと思ってんのえっと17 <laughs> 村,、えー、村で殴り合ってそうな感じしてるんで、えー、で、自分が 2>, 2番3がキツネで9番3オカミかなってちょっと思っててえ,ー、えっと、37で強人名感じてるんやったら7番3強っつって、えー、っと自分2番3占うんで。 えー、解けたら、えー、それで自分身確定すると思うんで、うん、あでいいと思ってるんですけどうんだダメなんですかね、うん、5番さんも7つり押してたんで7番さん狼ないかなって思ってるんで、うん、そうですねでいいじゃんこれで勝てると思ってるんですけど以上です7つのお時間ですわ え10番さん普通におかしくないですか, 1, か ?1 と7村やと思うんすけどって。10番さんあなた本当に占い能力持ってます。まだ1番占ってないですよね。意味がわからんしかつ7を村って思うんやったらなんで俺を釣り位置にするんすか ?10 番さん視点でなんで9の精査が全くないすか ?10 強心の9狼かなじゃあ2でいいや。いやーでも7 お冗談7でいいよなでいいよな2より7でいいよな普通にここはカングレ7番はいこぼれるいや意味わからんのやけど いや10番の発言聞いてあれで違和感感じなかったんですか10番って1か7が村で争い合ってるようにしか見えないっていう発言を残してて10番7強人10強人なんじゃないですん9の精査全くしないし7教人10強人なんじゃないですか9狼やとしたらキツネの位置1か4やと思っててだから1か4クロス飛ばして2番が5で。 1> 1 2白やからいやだから多分5番はえっとあそっか12できつい1が占い能力持ってないと思ってるんだけど絶対だって10番って17どっちも占ってないのに17村やと思うってかつ7番を、えっと、村やけど釣りたいって9番の精査なしにしよううん 溶かしてみろよ。溶かせばすべてわかるから。9番お亡くなりになったのは4番。です<番>私の方で処理しておきますね。の<番>方は発言をお願いします。ニクロロ4白。4白、2黒。2黒か、ほう4白<代>。5目線っていうのは4白だから。オオカミが俺か10ってことになるの ?5 目線っていうのは。 10オオカミってほぼほぼ俺見てないから多分5が偽でしょう、これ。だから今日五で10番さんが1占えば俺目線ってのはもう勝ち確だと思う。おそらく中心だと思うけどな。だって5ってさ4オオカミで見てて4釣ろうとしてなかった昨日。 あの視点が明らかにおかしいと思っていて5が真であれば4狼で見てるんだったら4絶対釣っちゃダメじゃねって俺は思ったから、うん、10が真かなと現状を持っているので俺は5番さんを釣ろうと思う以上お方は発言を願いしますあーはいすいませんき日決め打ち盤面なんで5番さん釣っていただきたいですでそうですね2番さん狼じゃなく、えー、でしたえっと狐じゃなかったですすいませんえー きにあっ,てキツネっすよねああ<ー> <laughs> いやー両方村やったらいいんすけどどっちかキツネやったらどっちかっていうの分かんない9番さんが今1番それないに持ってきたのもあ怪しく見えますしうん分かんないっすね、うん、ああちょっと6番さんにアドバイスいただきたいっす うん、えー、そうですねあ、うん、今んとこ占いたいのは 9, 9の方を占いたいかなぐらいで以上はいえっ、ー、とーいや昨日は10番さんがニスだと思ったけどね10番さんって3番さんを何で見てたのかなって思ったよ10番さんは1七村同士で7つってる場合じゃないでしょ3村だったらえっ、ー、とーもう人外いすぎて 10番視点でもう勝てないででしょで10番さんクロねいや2番黒僕はだから言ったけど9番さんがあの一、ー、番占い師だと思っていたからえっと正直2ロ2番クロ,スクロス占いをできるっていうその条件が整っている段階で1七村っぽいって置,き置いておいてえー、っと5番さんの白の2番さんに対して黒打ちするっていうのは10番さんの方が僕は人外に見えるけどね。 で5視点って場合はえー、っと僕は10番を狼では見てないから5視点だとえー、っと1二白の9黒濃厚だよね。でえー、っとキツネが3か7で落ちてるって盤面かないや7番さんなんかいろいろ言ってたけど7番さんはだから強人もあるし強人っぽい動きをするキツネもあると思ってるら釣りたかったんだよね僕は。だから7番さんには申し訳ないけど7番さんのキツネも僕は全然あると思ってるよ。 いや決め打ちだったら正直十釣り号泣占いの方がいいかなと僕は思ってるけどそそれで完全にケアできるんじゃないかなと思ってるけどどうですよ6番さん六番あ,あと6番さんあの僕にあの手綱を委ねるのやめてもらってもいいですかねちょっとあの僕も責任怖いから6番さんが決めた方がいいと思う僕は十がいいと思う二番の方は発言をお願いしますはいえー、そうですねまあ 5番さんが真なので1番さんは狐も狼もないっていうのはもう確定したので目線はねええ随一一番さんに二席を持ってもらってもいいんですけど、えー、10番さんの二世予想って昨日17で村で殴り合ってるとしか思えないと言いながら釣り17番さんなんですか面白いですねはいまあ10番さんの二世予想をこつらつら上げても仕方ないとは思うんですけどうん 10、まあ、は強振の9が狼だと思ってます。だからずっと9番さんと釣りをしてたけどあ、結果的には釣れなくてよかったのか、最初、早い段階でね、えー。そうなってくると、もうキツネはどっかで落ちてますね。3、4、7番さん、んどこなのか分かんないですけど。えー、きょが4番、さんが、ああ、違う、あやばい。い撃つぜ何今 はい、えー、っとね、術釣りはないよ。よく見てみて、6人だからね、この番目。術したら瞬間、明日 PP。して、俺がオオカミだった場合って、昨日7級のらんでいいよなって言わんから。だって、俺釣られたら終わるじゃん。めっちゃ利的でしょ。俺のオオカミないっすよ。きつ、うん、でもないんで、自分。今日は絶対釣り、それは関係な<上>これは関係ないですね。発言をお願いします。 はい今日は10番差つってください。10、え、強、ー、神宮狼、きつねは3か4か7どれかで落ちてる、4が解けたのか3か7で落ちたのか分かんないがどっかで解けてると思ってますで。9番さん言ってたけど、昨日7と9の欄に自分がしたから自分は白いっていうアピールしてるけど昨日9につ疲れる流れじゃなかったからね、9番さんに対してヘイトってほぼほぼ流れてなかったから。 7が釣られるのか2が釣られるのかっていう流れの中で自分を釣り位置にして、うん、はいじゃあ昨日97のランでいいって言ったから自分が狼っていう可能性って村支店なくないですかっていう人は全然通りませんね、うん、<laughs> そもそも村だったら自分が釣り視点に入るっていうこと自体ダメなんじゃないの ?9 番さんが村だった場合ってえほ、ー、のところで結局人外が釣れてなかった場合って PP だってあるわけだから、うん、今日の場面でね 4人陣が、えー、落ちたらどうすんの ?9 番視点っていうのははい完全にそれを自分の白アピで使おうとしてもしている9が狼で銃が狂振で見てますうんきつででもね <laughs> 4ってきつになったのかな分かんないからそこはちょっとうーん4神ってまずいと思いますよ普通に。 <laughs> はい絶対に今日は10番んを作ってい6番さん昨日言ってるけど10番さん発言ずっとおかしかったからね5番僕に対して「きつあんのか真あんのか」のかみたいな精査ずっとしてたから1つってください以上ですえらい打つお暑いね6だから結局は <laughs>、えー、明らかにおかしかった今5番さん5番さんって1二白見えてんだよねで1九死んで置いてんだよねじゃあもう狐つ溶けてんだよね5目線っていうのはじゃあ俺釣りでいいんじゃないの あのためなんで中0釣るの必要ないでしょ、中0釣りなんて。ここは明らかにおかしい。で、5が強振で2が狼だから4勘だんじゃないのない ?5 が4とかして風に見せるために。じゃあ5が偽です、これ。110でケアできる。方は発言をお願いします一番さん、責任とってよ。取ってよ。 っていうのは、もうおかしいんだよ、わかるんだけど。決めろよ、<だ>おめえがよ。なるじゃん。おめえが決めろ。やめろ。四溶かしたって見える。か。わかんないけどね。わかんないけど。もう俺は、なんなら四、あ、四かまれて。あんて、普通に思っちゃったから。もう本能的に多分狐じゃないって思っちゃったかもしれない。かもしれない。もうダメだ、沼ってて、もう俺は言葉に責任を持てない。 でもさ9狼、キュオオえーでも9のカットエイムなんかなって思うしな5 <laughs> 偽でしょって言うけどさじゃあこう何視点で9いかんかったのど,どういうどういう発想なの ?9 いけばいいやんって言ってじゃあ9取り回すって言ってあなた飲むのな何なて <laughs> 分かんねえよ9ってさ俺49で上げてた通り結構あ怪しかったんだよね。 怪しかったんだけど、4のが、まあ、4とか4、4規制にかけるか。じゃあ、俺は、ちょっと一番さんの言葉に乗って、<laughs> やめろ一番さんの言葉に乗って、<い>俺は1つり。6の言葉に乗って10つんだよ。弓を一番さんに託しました。いや、6の言葉に乗って10つんだよ。お姉様が発言します。いや、もう、ちょっとつられるわけにはいかないので、ちょっとカットインします。えっと、5番さん目線、えっと、4解けるった目線。 なかったですよねっていうのが5番さんにせよって言ってたけどねえっ、ー <laughs> えー、と自分目線だからえっとあの時点で1級のど近オかミやってで2番キツネかなと思ってたからえっと7番さん申し訳ない村かもしれないすかいやーまあ5は殴り勝ってるでしょ1十番うま,れました。 終わることはねえだろ。お姉さま、私は。まだそっちに行きたくない。ああ、も、申し訳ないっす。あーあ<ー>。ああ。いやー、二番さん黒なんですよね。で、うん。ワ,ワンちゃん一番さん狐って可能性があるんですよ。今現状。九番さんはもう完璧、無頼やと思ってるんで。ああ。 どうしようかなああするけど,、ね、どうしようかなどうしたかって言うんですか、ね、この後あ。ちょっとか,あっとあかん。考えつかないんで、村の人頑張ってください。すいませんでした。<laughs>

九番視点は何をアピールしようとしてんのあ、1か2に2がオにが狼で1がキツネでっていうパターンを九番はアピールしようとしてんすか無理ですね。はい。無理ですよ、九番さん。はい。うんあ。今日は9つってください。9釣りです。 あの昨日シーン決め打ってるからね村はダメだよブレたらこれ出足にして表をブラそうとしてるだけだから、はいうん、今日は急釣りですうーんかなー急ですかね以上今日は9番3を釣ります、まあ、9番3がどうしてもって言うんだったら今日2筋からいってもいいけどねああ待てよダメか 2番が強人っていう選もう。あ、じゃあ一番が強人でもないからね。競馬がどうしようっていうんだったら2つにかえってもいいけど <laughs> 勝てるからまあいいか。今日それね。もうあのさすがに迷わないでください。普通に村は。まあ、9、はい。9番札って終わりです。えっと、キーバッとしましょう。自始点では。方は発言をお願いします。まあ負けても一番差が弓持ってるんでこれはまあいいんですけど、俺安定信号好きなんで今日ににいきません、ね、普通に。 2いったら終わんなかったら6の間違えたら10の破綻でしょそしたら9連れるし1なんかせないと俺は思ってるからせ、ね、っていうか今日ないと思ってるから今日い、ね、から2してねてか2この子でね9番さんも2乗れるよねあなた視点2、ての黒なんだからってうんうん 時視点で安定した方多分それで大丈夫だって五番さん別でも旧黒だから。更新な。ヨコいないんだよね。二でいいと思う。絶対に二ってな、ね、いマジ。二位だ。今日は二。合気つめ結果だったら申し訳ないけど、け俺は二に行きたい二だ。二二二二二。二か。九番の方は発言をお願いします。いや二行くんだけど、二行くしかないんだけど、俺は。 今さら1噛んだの ?1 噛めなかったのもしかして。いや2いくしかないんだよね、俺目線。1狐なのこれ。ワンちゃん。いや2いくよもちろん。もちろん2いくんだけど、うん、1狐つってたらもうどっちにしろ勝てないから、でもこれ、噛みなしってそうなんじゃないのって思うけど。 いや、もう今更もうあれだよ。語っても意味ないよ。2>, 2番さんと5番さんも語っても意味ないよ。これ1期数だった場合って、もう狼 VS 狐だから、もう狼1営は村にすり寄る夜しかないんだよ。1番釣ってくれーってなるしかないんだよ。5番さんも意気揚々と俺黒出してるけど。うん、まあ2番さんの発言聞くけど、今のところ2いく。以上。の方は発言をお願いします。 いや、5番3ん死んじゃないっすの ?5 番3ん死んでしょだって5番3が2いけるんだもん。僕オオカミじゃないから5番3 5番のキツネなんて見ないでしょだから5視点で2いけるって発言が出てるんだから2いけるんじゃないので2いって9いけばいいんじゃないの ?5 視点ってえー、っと21白だからえー、っと5視点で2いける場合っていうのは僕強人追ってない場合だよね。追ってないでしょじゃあ2でいいんじゃないの つって僕は村だから2釣り9釣りが5狐ね警戒をしなければ100%の勝ち確定ルートなんだけどだから僕は2釣りでいいと思うよ。で9番さんのこの神なし9ローで追ってるけど9番さんの神なし選択はこれあったとしても関係ないと思ってる2釣り9釣りが発生できるからね5番さんがんだから。でいいと思うよ。はい2釣りますお方は 発言をお願いします。え、村に言っとくわ。村の勝ちはもうこの時点でない。はい。オ,オカビ爺の勝ちにするか、狐、えー、の一番さん勝ちにするかしかない。か <laughs> <laughs> かってこいよ。<れ>なあ、か、えー、かったんだよ。怖かった,な,かったなあ。一応二番。あと十日占ってほ<番>しかったんだよ。勝てなかったなあ。はい、えっ、ー、とね、五人は一投票します。九番え一、ー、九は多分二投票します。 六番さんが、えー、キツネの勝ちにするのかオ,オカミジーの勝ちにするのかを六番さんが選んでください。六。埋まって,て人に責任を押し付けた責任返しお,おざけんなよお前。六番さんがキツネを勝ちにするかここオ,オカミ勝ちにするのかを決めてくる1勝たせるださ、はい。一投票を二号は一投票はい以上。我が派のターン。いやバレちゃったかーバレちゃったなー。なんかよくわかんないこと言ってんな二番。いや六番。 2ろうぜな9番だって6番さん僕にくれたじゃないか弓をさねえ弓矢くれたんだから黙って一緒にに2殺してくれないか69僕に弓矢をください2番釣り2番釣りだ投票の開始をお願いしますた<む>の目は不穴か頼むたのむおい勝たせろよ 2> 2番

4, 4騎士草いやー美味しいいやでもこれはまあ狐勝ちでもいいからね別にねオオカミ勝たせるか狐勝たせるかだからこれはちょっとみんなこれちょっとやっぱ弓矢のあの手綱をくれた僕勝ってもいいでしょうこれナイス助かるありがとうまあ一人で頑張ってほしいから、ね、じゃないですかいや8教授マジか びっくりしたわ。4騎士だったのや騎士出てこいよ。4騎士だ。4騎士が一番びっくりしたわ。4何やってんのこれ。4番。やっぱ今日のね。いいんじゃない。不当だったんだよ。いやいいいいんじゃない。でも狂人かましてさ。まあね。潜伏できたんだから。結局ね。そうだね。だけどムラステンにゴールから多分4万と8ラで騎士対抗した方が良かったと思うけどな。8ランってそんな瞬間さ。 記事出てたらだいぶ狭まってよ五番さんしてそうだね。ハ、うん、噛んだ瞬間読んでるのありだったかもね。<う>いやありがとう六番九番僕に弓矢をくれて嬉しかったよ。もあげたからしょうがない。しょうがない。<laughs> がないから。やや出ないからい。ありがとう。いやまずるいよ。プテスさんずるいよ。五番。僕めちゃくちゃ不満だけどね。守れよ四守れよ俺のことを。 いや5<ー>番さんもだ,だって17のあれ多分占い能力持ってないっすよその発言やと5番さん「死んだったらどうしよう」ってずっと思ってたわてもう初日から見抜かれてたからさもうあ,あああと思っちゃったいやーいやちょっちゃった1なんか行くんじゃなかった9九にしとくだったな初日 <laughs> いやでも死んだと思ったけどね正直ね いやーお疲れ様でした。ありがとう。楽しかったです。また来てくださーい。この村ね、たまにやってるんで、よかったらお願いします。じゃあね、ありがとうございました。お疲れ様でしお疲れ様で負けたー。<laughs> というわけで、よかったらチャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ありがとうございました。じじ。